ポーとといえば何を連想されます？日本語が学的にひらがなのとは和語のとという漢字からできています。つまりとどめ、最も良い決め手という意味です。そこから発展して内と外を結ぶ口であるでと、最も大きくある数のと、さらに最も大切である町のとなどがあります。まとめるとこうなります。